はい。まるで全てが黄金のようだ。比べ家にお世話になる日、千尋の手を引いてみた夕日と同じだ。千尋が何者であろうと、どんなに変わろうが私の家族だ。高利さん、来てくれたんですね。あれは俺たちの騎兵じゃないか。そりゃ来るさ。あれか。はい、あのビルに騎兵があります。不思議なもんだな。間もなくここが戦場だ。未来だというこんなわけのわからない場所で訓練してきた本土防衛戦をやる。実際がどうあれ、あんな最新兵器で戦えるだけ俺たちは恵まれている。高利さん、私に何かあれば千尋をお願いできますか。バカ野郎、貴様の窮地には俺が必ず駆けつける。死ぬ時があるなら俺が先だ。弱気になるな。誰が死ぬものか。はい、行きましょう。騎兵を取り返します。おう。おお、これだ。懐かしいな。動くな。まだいたか。銃の威力は弱めてあるから殺しちゃおらんだろうが、こいつらには悪いことをしたな。高利さん、ありがとう。おかげで騎兵の元まで戻ってこれました。礼はまだ早いぞ。夏野さんが先に出ているようなので私は行きます。大手柄の方は俺に残しとけ。俺もすぐ追いかける。DJ、 もう一人の私の話通りなら今なら騎兵は起動するはずだ。たとえこの命に変えても。